FNS 歌謡祭 1986FNS 歌謡祭 1986FNS 歌謡祭は1986年12月16日に日本武道館で行われフジテレビ系列で生放送された通算15回目の FNS 歌謡祭正式タイトルは決定 FNS 歌謡祭86グランプリ今大会から予選がなくなり ノミネート発表からグランプリ決定までの3時間にわたって生放送された。これの影響で、なるほど。ザワールドは休止となった。第15回のグランプリは、デザイア情熱、マイナスを歌った中森明菜に決定した。ちなみに最優秀ヒット賞も受賞した。2年連続2度目の受賞である。表彰プレゼンターは、最優秀新人賞が佐々木真也。 最優秀歌唱賞が、相川紀二や、グランプリが、寺島純子が務めた。なお放送に先駆けて12月2日に、栄光の FNS 歌謡祭15回記念特集と、題して、過去14回の名場面が放送された。テレビ山口での本番組の放送は、今回が最後となった。翌1987年9月いっぱいで、富士テレビ系列から脱退し、 TBS 系列への切り替えを余儀なくされ、結果、これを放送していた、火曜ワイドスペシャルの生放送ができなくなったためである。優秀新人賞は、大激戦の末6組が選出。また優秀歌謡音楽賞にはトンネルズがノミネートされたが辞退され、12組が、グランプリ、最優秀歌唱賞を争った。また優秀ヒット賞は、シングル、CD、LP、カセット、 ビデオカセットの5部門に分かれており、5部門の総合で最優秀ヒット賞が決定した。なお1977年から10年間女性司会を務めた吉村真理は、この回をもって勇退、次回より3年間は女性司会が存在せず、一方の男性司会は、つゆきしアナウンサーと、当時同局の夜のヒットスタジオデラックスの司会を吉村と共に務めていた。 古立一郎の男性二名体制に変更する。それと1977年よりプロデューサーを担当していた引きたくは翌年6月の人事堂で別部署に移動したため、今回が最後の担当となった。セーラー服を脱がさないでお先に失礼。恋はクエスチョンの順に歌唱。ありがとうございます。